ついに来たね、ウォーフレームアップデート、シスターズ・オブ・パルボス。いや、楽しみにしてた。早速ね、今回の、アップデート内容をご紹介していきましょうか。結構今回のアップデートやることが多いと思うんだけれども、こちらのヘルミンス活性化モジュールっていうやつだね。これ今ねモジュール作って、完成させたんですけれども、ダイモスの息子から購入することができますね。3万ポイントで。で、これどうすんの？まあ、ここでインストールすればいいの？お？インストール完了。これって、どうなるんですか？ん？何をすればいいの？なんかフレームは選べるけど、他に押せる場所がなさそうだね。で、このヘルミス活性化っていうのはですね、1週間フレームをバフすることができます。例えばプロテアだったら、プライマリーダメージが 250%。おお。で、パルクール速度が 75% アップしますよという形で、結構ね、強いバフが揃ってるんですけれども、これどうやってやるんですか？あ、これ素材使うんだ。じゃあせっかくなんで、プロテアなんか強そうだから活性化して、これでできるのかな？やってみよう。おお、経験値も入ったね、しかも。おお。で、これで1週間バフできますよと。ヘルミンスランクが10までだったんですけれども、15まで解放されましたね。それに伴ってアビリティも追加されてるんですけれども、まあ、結構ね、汎用性のある、アビリティが揃っておりますね。ちょっと待って。パルクール早っ。これがパルクール 75% の力か。すげえな、このヘルミスバフ。ジャグラスレックスが出てこない。2時間ずっとダイモスで探し回ったんですけれども、ジャグラスレックスが出てきません。なんかそいつ倒すとオルフィクスの時にもらえたネクロメカモットがもらえるみたいなんですけれども、マジで出てこなくて、隔離庫とかアルカナもやりましたし、通常ミッションもある程度やって、さらに洞窟の隅々まで探したんですけども、よし、レイルジャックの式の銃が追加されましたね。エリートクルーメイトを雇えるようになるみたいなんですけれども、このエリートクルーメイト、果たしてどんな文字が表示されてないけど、よーし、ティッカー来たよ。安尾ブラックカンパニーの幹部候補となる人材を紹介してくれ。高っ。400万クレジットだってこいつ。ほう、君にその価値は果たしてあるのかな。ちょっと待てよ、アイソスも4400も取られ、何かの間違いだと言ってくれよ。どうしようかな。なんか鉄砲が5ついてるから、こいつ雇おうか。雇えるよね、アイソス足りてるよね。よし。あ、幹部さん、こんばんは。よろしくお願いします、今日は。はい、これからね、レールジャックの潜入に向かいたいんです。聞いてます？ガンナーとして戦ってください。ちょっとガンナーなんでね、大体なんかそこら辺でこもってるような感じなんで、ちょっと目立たないかもしれないんですけども、よろしくお願いします。よし、今ね、レールジャックの潜入ミッションやってきてるんですけれども、潜入ミッション新しく追加されて、そちらの方で新しいパラゾンモッドが5個もらえるみたいなので、やっていきたいなと思います。でね、耐久の方も追加されてるんですけれども、耐久の方は新しい武器の設計図がもらえるみたいですね。特にタイルが変わった様子はないね、今のところ。いつも通りの潜入って形だね。さあ、潜入終わりましたね。早速帰って、新しいパラゾンもらえるかな。何パーセントぐらいなんだろうな。どうだろう。あ、これ新しいやつじゃない？パワーなんたらかんたらってやつ。あー、これか。次のアビリティ発動時に 100% の確率でアビリティ力がプラス 50% するってやつだね。
本当欲しかったのはマーシーの速度アップのやつなんだけど。よーし、頼む、来い。あれからずっとレイルジャックの潜入やってたんですけれども、まあ一度だけ帰ったには帰ったんですが、ずっとやってこんな感じなんですよね。ちなみにこれ何時間やってると思います？正解は7時間です。嘘です、6時間です。どうしてもね、残り1個のパラゾンモッドが手に入らないんですよね。何の枠なんだろう、レア枠なのかな。どうしても1個が手に入んなくて、まあ、6時間ずっとやってたんですけども、畜生、これあれだ、新マーシーモッドマジで沼だ、大沼だ、これ片足突っ込んじゃいけない沼だ。しかもバグでナイトウェーブのアナウンスに常に煽られるし、こうなったらやるしかあるめ、沼には沼で対抗だ。よし、鋼の報酬が新しく追加されましたね。結構増えてるんですけれども、アクショングリフだとか、テシンのボブルヘッド T セットにショットガンのマイナスリコイルモッド、さらに新要素のプライマリーセカンダリーにつけられるアルケインアダプターがエッセンス15で交換できるみたいですね。今回のアップデートからね、鋼のアコライトを倒すことでプライマリーセカンダリーにつけられるアルケインが入手することができます。じゃあ沼に浸ろうかね、クバやろう、全部だこんなもん。よし、これ何本俺もらえる、お、140万、よし全部使おう。ああ、そういえばね、リベンサイファーなるものがテシンから購入できます。エッセンスが20で購入できたんですけれども、週1で交換することができますね。このリベンサイファーっていうのはですね、未開封のリベンを課題クリアせずとも開封することができます。 AK ラトのリベンもらいましたね。はい、じゃあクバの沼に浸かりましょうか。何のリベンでやっていこうかな。やっぱ今回から、まあ、ブリーフケース武器の方でね、いろいろと武器が追加されてるので、その武器にしたいな。確かアルカプラズマとかリベン持ってたような気がするんだけれども、あったね。よし回していこう。ごめん、釣った。よし、気を取り直して次の内容いきましょうか。シンジケートのアーマーとエモートが実装されましたね。例えばペリンの場合だったら、下の方にあるんですけれども、こちらですね、12万5000ポイントで交換できますね。自分ねまだあのレッドベールのやつしか交換できてないんですけれども、いいな、かっこいいなこれ。ただシンジケートごとにエモートの数が違ってたりするんですよね。ニューロカだったら4つだったりして、アービターも確か多かった気がしますね。アービター4つ、いや5個だね5個もあるんだアービター。あー、セファロンスーダも5個なんだね。じゃあスティールメリディアン何個なんだろう。これ少ないんじゃないのかな。あ、スティール4つだね。じゃあなんか下の方がエモートが多い設定になってるのかなと思います。レッドベールもなんか少なかったはずなんですけれども、あ、2個ですね。確かホックからだったかな、シータスのアーマーも追加されて、あ、ありましたね、オストロンアーマーセット。これどんな見た目なんだろうな、デブストで紹介されてなかったんで。ほうほう、お、なんか良さそうだねオストロンのやつ、肩パーツ使いやすそうだね。もちろんフォーチュナのアーマーも追加されてるんですけれども、確かこのキットガンの商人からだったはずですね。あ、ありましたね、なんか傷んだカシオレみたいなのついてるね、いっぱい。キットガンのなんか先っぽっぽいものがついてますね、キャッチムーンっぽいものがついてますね。あー、これもポイント貯めとけばよかったなただダイモスの方はアーマーが実装されてないみたいなんですよね。多分後々持ってくるんだろうけれども。おー、これがガルバナイズモッドだね。
仲裁のエッセンスで交換できるものが新しく9つ追加されました。全部モッドなんですけれども、1つ20エッセンスですね。現状60個あるのでどれ交換していこうかな。とりあえずライフルコンプリートしちゃおうかな。アルゴンスコープのやつが結構強そうなので、マックス強化でどれぐらい要求さ、わお、3万も取られちゃうんですね。まあいいや、とりあえず、強化していきましょうか。エンド、あ、全然足りるね。全種類買ったとしても足りるね。よし、ビルドを見ていきましょうか。ガルバナイズモッドを3つつけてみたんですが、ちょっと極性の関係上ビルドの方が中途半端で申し訳ないですね。はい。で、あとこちらの OD モッドの、クリティカル確率上がるやつですね。これテコ入れが入りまして 200% までクリティカル確率が上がるようになりました。もちろんピストルとショットガンの方も上がったんですけれども、ショットガンが 200% っていうのがめちゃくちゃでかいね。今までちょっとね、ポイントストライクが弱すぎたので 90% とかだったので、それが 200% まで上がったっていうのはかなりでかいね、ショットガンにとって。よし、アリットヘビーガンナー120レベル出してみたんですけれども、これどうやって見ていけばいいんだ。とりあえず撃ってみようか。で、アルゴンスコープがあるから、とりあえずアルゴンスコープ発動させつつ、削っていくんですけれども、これで1匹いや2匹ん4匹倒したことになるから、バフのところがマルチショットの部分が欠けようになってますね。で、さらに CO の状態異常のやつが欠けようになっております。ちなみにアルゴンスコープのクリティカル確率が 40% ぐらいバフされてくってやつはまだついてないですね。てかアルゴンスコープ切れてますね、いつの間にか。発動しました。で、アルゴンスコープちょっと発動させていこうか。ガンガンアルゴンスコープのやつね、ちょっと時間が短いんですよね。しかも条件としてヘッドショットキルなので、お、結構ヘッドショットキル連鎖させたら結構火力出てるな、確かに。あ、これ難しいな。なんかアルゴンスコープのやつ扱いが難しいな。どうしてもヘッドショットキルだからね。で、これ効果時間切れたらどうなるんですか。ちょっと待ってみましょうか。アルゴンスコープのやつが切れました。あ、一発でなくなったね。じゃあ他の2つはこれどうなるんですかね。ん？これ4と1になったね。そういえばさ、ヘビーガンナーのヘルスの部分になんか黄色いアイコンがついてんだけど、これ何？これ何ですか？あ、これマーシーの範囲っていうことね。ちょっとマーシーかけてみようか。ね、せっかくあのマーシー速度速く、速っ！おはようございます。どうも、寝起きです。ちょ、寝癖がひどいな。で、次ヤレリーの性能についてなんですけれども、ヤレリーね、まだフォーマ付け終わってなくて、とりあえずランク30にした程度なんですが、結構ビルド組むの難しいフレームなんじゃないのかなと思います。で、まずパッシブからなんですけれども、右上の方移動しているとですね、セカンダリーのクリティカル確率が上昇してします。ただ止まるとこのバフが切れてしまいますよといった性能なんですけれども、まあ、2番との組み合わせで動きながら戦っていこうよっていうパッシブですかね。で、1番の性能なんですけれども、これね結構使いやすくて、1番発動するとね、あのストレイキャットとキラークイーンの合わせ技みたいな弾を3つぐらい飛ばすんですけれども、これね敵に当たると CC 効果が発生して空中で宙吊りになるんですけれども、結構ね設置できるんですよ。何個もだいたい20個ぐらい設置できるのかな。で、近くによるとですね、敵があの勝手にこのシャボン玉が飛んでいきます。2番はね軽ドライブには乗れるんだけれども、ちょっと軽ドライブモッドさせないっていうのが残念でしたね。まあ、こういうふうにねセカンダリー打ちながらとか、あと1番そして3番4番とかも使いながら、結構火力出たな。3番のアビリティなんですけれども、発動するとブレードを展開します。これね、切断の状態異常を付与してくれて、
で今ね、もっと何も刺してない状態の火力がこれですね。で軽ドライブに乗ってるとこれ移動阻害せずにアビリティ発動できますよっていう、まあ、シナジーがありますね。で次4番のアビリティだね。発動すると敵を1箇所に集めることができるんですが、これね、集めた敵の数に応じて威力が変動していくタイプのアビリティでして、ただ終わった後に敵を撒き散らすっていうのがちょっと使いにくいかな。集める系のアビリティとしてはちょっと微妙かな。なんか昔のゼファーの4番みたいな感覚だね。もちろん2番との組み合わせで、軽ドライブを乗ってる最中に4番発動すると移動を阻害せずに発動できるアビリティとなっております。なんかメールが来てる。何ですかこれ。シジル？ポスター？ブーメラン？ボブル？なんだこれ。あー、これが追加されてたんですね。ポスター、ボブルヘッド、シジル、ドメスティックドローン。ドメスティックドローンさっき見当たんなかったけど、これでしょ？テネット。おおお、かっけえ。これかな？ 3 番のアビリティのブーメランのデザインだね、これね。ポスターとベントキットの置物とハートマークのデコレーションですね。このデコレーションに関してはヤレリーのパックをプレゼントするともらえるやつですね。よーし、ヤレリークエやっていきましょうか。長いのかな？ていうかこいつ死んでね、大丈夫？おい、隣のやつ助けてやれよ。こいつ死んでるぞ。こいつ、あ、こいつマジで死にかけてんだ。なんかヘマこいたんだこいつ。ん？グリニア施設に人間がつながってるね。で、おデブちゃん、なんかすげえやつが出てきたな。50頭身ぐらいあるぞこいつ。やべえなこいつ、イカれてるわ。こいつ、なんだろう、グリニア兵かな。なんかそんな感じの見た目してるね。なんか首に破壊輪つけられてるけど。で、目イカれてんな。あ、なんか水が漏れてきたと。そして夢を見る。この50頭身薬でもやってんのかこいつ。お、水の夢をなんか見る。お、ヤレリー登場。で、あ、ここで終わりと。お、ついにヤレリーと50頭身の戦闘だ。どっちが勝つのかな。お、破壊輪キッズたちが逃げてる。真ん中のやつの顔好き。あ、だけど50頭身が優勢だ。ヤレリーがやられそうだ。どうなる？もう なんかジョジョたちっぽいことし始めたよ、ヤレリー。ん？なんでそうなる？50頭身吹き飛んでったけど、なんで？あ、で外で追いかけっこしようぜっていうこと？追っかけた後はついに軽ドライブを使い始めた。おお、まだまだ続く。激しいレースはまだ続く。俺思うんだけど、こいつずっと無知を前に出してないか。でも一向に当たってないでしょ。間抜けだなこいつ。おお森から山へ、そして海へ、どんどん進んでいくね。お、だがついに50頭身の無知が当たり捕獲される。ヤレリー、50頭身がついにヤレリーを攻撃しようとした。だがなんか鞭が壊れてしまった。ふん、拳でやるか。そいつはちょっとかかるがいいだろう。破壊輪小僧たちが集った。もうこれが7人の侍ってやつですか。この絵面面白いな。お、どうした？口に水が飛んできて溺れ死にそうになってる。アンジェロのスタンド攻撃受けてるよ。大丈夫かおめえ。で最後はどうなるの？50頭身、うん、ヤレリー出てきた。離れろっつってすごい飛んでくっていうオチね。ん、誰あなた。唐突に最後出てきたけど、おじさん誰？また水の夢を見るんだ。うん、ヤレリーのポスター貼ってどうしたの？誰？最後はなんか締まらない終わり方だったね。お、君起きてんじゃん。大丈夫だった？え、慰謝料請求した方がいいよ。一つ分かったことある。その左につけたこのなんか光ってるやつ外した方がいいと思うよ。君だって片目で軽ドライブ乗るっていうことでしょ。そら危ないよそりゃ。ん、これで終わりですか？伝説の上を行く者。
おなんでダイモスのおばあちゃんがここで出てくるの。ヤレリー設計図とボブルヘッド K ドライブデコレーション、ほうなんだこれは。でプロマイドと、これね K ドライブのポイントのやつだ。こんな見た目だったんだ。結構綺麗だな。しかも鏡みたいな仕上げになってて背景映ってんじゃん、すごっこれ。よし、ん？なんか違くない？このヤレリースカートなくない？よーし、次何のコンテンツやっていこうかなーって考えてるんだけど、あーレールジャック行きましょうか。一つ気づいたことがある。昨日パラゾンモッド結局手に入らなかったじゃん。変換すればいいんじゃね？吸った。よし、ボイド嵐やっていきます。昨日ね散々やったからもうレールジャックはお手の物ですよ。クルーシップとセキュリティノードを破壊するですね。まあこれ簡単ですね。なんなら昨日の潜入ミッションの方が入るまで大変だったね。よし、で今ね耐久のボイド嵐やっていきたいんですけれども、なんか耐久でも新しいその武器のパーツっていうんですかね、それがなんか手に入るみたいなので、あとボイド嵐からなんだっけコラプトホロキーでしたっけ、そんなものが報酬なのかな、ローテーション報酬だと思うんだけど、それが手に入るみたいなのでそれも手に入れていこうかなと思います。 OK 中入れるね。俺思ったんだけどこれネクロメカ、あ使えるんだ耐久でこれ耐久めっちゃ楽じゃねえか、ネクロメカ使えるんだったら大丈夫このゲームモード大丈夫、正常に機能してる、耐久めっちゃいいな。一回一回これ帰んなくていいってことでしょ、報酬の時に。めっちゃ楽じゃん。しかもこの耐久ミッションネクロメカランク上げるの楽だな武器さえネクロメカに強いものを持たせればいいだけの話だからね。うん、これもしかしてローテ報酬に含まれてないっていうやつですか。おお出た。おお、つまりこれはミッションクリア時の報酬に含まれてるみたいですね。これ確かね 30% ぐらいの確率だったはずなんですよね。今2個もらったんですけれども、ミッションの難易度が高くなればなるほど1回でもらえる量が増えるみたいなので、これつまり沼コンテンツかこれも、もしかして。ちなみにさっきのホロキーなんですけれども、リレーにいるペリンの NPC で、使うことができます。このようにね、あの近接武器と交換できるみたいで、まあ、これブリーフケースシリーズの武器なんですけれども、なんか毎週変わるみたいですね、この内容。今回だったらこの武器だったら毒の属性が付与されていて、これもねクバリッチ武器みたいな形でバレンスフュージョンっていうものができるみたいですね。1個40、沼だこれ。よし、コーパスリッチやっていきましょうか。まずはね手順としてこちらのサノスの手でクラウンを消費します。一番難しいやつですね、こちらの右側のやつ、これを使ってグラナムボイドにまずは入ります。でまずね、最大ランクの報酬じゃなくてもいいみたいですね。とりあえず報酬1個もらえるぐらいまでこちらのスペクターを倒していかないといけないみたいですね。でこのスペクターを倒すとですね、先からちょくちょくもらってるスペクターの残滓っていうやつですね、コーパスリッチしばくともらえるハウンドっていう、まあ犬コロを作るときに使うみたいですね。よし、ランク2報酬もらえたのでしばらくしたら出てくるんじゃないのかな。あ出てきたね、ちょっと遠くにいるな。なんか逃げてないかこいつ、ん？なんで逃げんの君。さあアルカプラ、うーん、テトラか。まあ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 、テトラもセカンダリー射撃がねグレネード化するので生成していきましょうか。さあエヘメラ持ってるやつかな、なかなか通信来ないね。じらしてくんね、コーパスリッチ。え、いつになったら通信飛んでくんの。
あ、来たっぽいな。来るか？いや、来ないんだけど。あ、来た来た来た。ん？これ、もしかして、持ってないやつだな。でね、レクイエムモッドのオールマイティジョーカーが実装されましたね。これ、どうやって入手するのかっていうと、コーパスリッチとかクバリッチを倒した時に確率でもらえるみたいですね。通常のパラゾンモッドみたいな形で、3回使ったらなくなるものになりますね。あとね、ギアでリッチを登場させるものが実装されてるんですけれども、これかな、これ1回使ったらなくなるってやつですかね。このアルティメイタムってどうやって入手するんだ。あ、今ね調べてみたんだけど、リッチを倒すことによって確率でアルティメイタムもドロップするみたいですね。よし、早速やっていこうか。なんか初っ端な下いった。ちょっと待って、しもべに一瞬でやられそうになった。あ、しもべもしかして強い？あれ、クバリッチと全然違うな。しもべが強いぞ基本的に。なかなかシールドすら割れねえ。あとちょい、基本硬えなこいつ。おお、一気にささやきが集まった。あ、だいぶ緩和されてんね。お、出てきた。来た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 。こいつですよ、やっと出てきてくれたよ。めっちゃ時間かかった。で、この犬が普通に強いのね。で、君はなんで逃げるの？好きなのさせてよ。ねえ。勝った。で、2回目どうだ？よし、せっかくだからギア使ってみるか。多分これで、レクイエムモッド3つとも正解だと思うんだけど、あの、君、硬すぎないですかね。これ、使ってるの一応2かなんですよ。よし、これで3つ目決まりの。あれ、あ、そっか、レールジャックだ。よし、突入いたしました。これネクロ、あ、ネクロメカ使えるわこれ。これボス戦は楽だな。最終決戦は多分ネクロメカ使えるってことは、ネクロメカの4番の火力で押せるってことでしょ。ここが決戦場みたいだね。え、じゃあ4番で。あ、いや、硬えな。なんか知らんけど硬いな。おん、どええー、君絶対おかしいよその硬さは。どうなってんの。 OKOK、 倒すと、あと少し。あ、来た。よし、これでおさらばだ。なんかムービー長くない？うん？あれ？俺のフレームは？ん？いつもだったらこうピュイーンとかやってやってんのに。あ、単なるバグね。よし、帰ってきました。テトラとハウンドの設計図、これどうやって作ればいいんだ？ステータスはどうなってるんだろう。おお、範囲が8メーターだって。セカンダリー射撃。おお、これ範囲広いね。ただ極性はなしっていうオチですね。ああ、でもステータス的にはまあ悪くないんじゃない。クリティカル確率も結構高いですし。よし、フォーチュナのね、足からハウンドコンパニオンが作れるみたいなんですけれども、これん、どうなってるんだこれ。もしかしてこれも沼か。パーツ集めんのめっちゃ大変じゃんこれ。よし、テトラ試し撃ちしてみようか。おお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 お、発射速度がこんな遅かったっけこの武器って。じゃあセカンダリー射撃。ん、お、あ、切り替え式でマガジン全発撃ち込むっていうパターンね。これ弾の消費量半端ないぞ。さあ、ということで、今回のね動画以上となるんですけれども、今何時？ああ、
あれから6時間も収録してるんですね。はい、今回の動画過去一番収録時間が長かったのかなと思います。正直ね、アップデート内容としては他にもまだまだあるんですよね。レジェンダリーランクとかも追加されてますし、あとエンバーのデラックスキンとかも追加されてるんですよね。はい、結構いろいろと追加されておりまして、16時間も収録したらまあ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 いいでしょうということで、以上やそうでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。